ホルテンホ229ホルテンホ229は第二次世界大戦後期ドイツにてホルテン兄弟が開発した全翼型戦闘爆撃機であるジェットエンジンで水力を発生させステルス性も備えており当時としては非常に先進的な機体であったホルテン兄弟は少年機からグライダーや全翼機に興味を持っていた彼らは 当時のドイツで盛んだったグライダー競技会の少年向けスケールモデルグライダー部門で1931年から1933年に連続優勝すほどの腕前であった。1931年には HI を初飛行させた。主として設計は弟のライマールが担当し、パイロットでもあるアニバルターがその支援や試験を行っていた。 1936年にドイツは再軍備を宣言し、兄弟は新生ドイツ空軍に入隊した。兄のバルターは情報主管パイロットとして、弟ライマールは飛行教官として任官した。兄弟は空軍での勤務の傍ら、ムビー翼機の研究開発を行っていたアレクサンダー・リピッシュ博士の指導も受けて、全翼機の設計、製作を続け、 1936年から1938年の間に HEE4V、e、を誕生させた。2年後の1941年、戦闘機査察技術部に転任したワルターは、ライマールを転属させ、11月以降、兄弟揃って全翼機開発に取り組んだ。1943年、ヘルマン・ゲーリングは参戦計画を計画した。これは、 時速 1000km で1トン、イコール 1000kg の爆弾を搭載して 1000km の距離を行動でる爆撃機を作るというものだった。1943年2月、ホルテン兄弟は、この計画にジェットエンジンを動力とする、全翼機を製作するというホルテン9計画で応募した。その提案では、速度時速 900km、爆弾搭載量 700kg、 航続距離 2000km を目指すものであった。1943年8月ゲーリングは兄弟と面会し、提案内容を承認。ドイツ空軍はホルテン兄弟に50万ライヒスマルクの援助を約束し、計画は実行れることとなった。1944年3月1日、無動力のプロトタイプ、形式番号 h 9 v 1の初飛行が成功。 搭載エンジンとして当初は BMW-003 が予定されていた。このエンジンは小型大出力を目指す野心的な設計だったが開発の遅れによる供給困難のためより大型のジュモ -004 にエンジンの変更を余儀なくされた。ジュモ -004 は直径が大きく重量も重かったため緊急に設計変更が行われたが兄弟はこの問題を解決し 1944年12月に H9V2 が完成した。翌年2月2日にテストパイロットイルヴィンチラー中尉、エルウィンジラーにより初飛行した V2 は満足すべき性能と安定性を見せた。ただ、V2 は2月26日のテストフライト時、通算4回目、飛行時間2時間弱時にエンジンのフレームアウトを起こし墜落、炎上した。 緊急着陸に失敗したパイロットのエルヴィンツラーは死亡した。ただテストフライト自体の結果は良好であり、高性能を喜んだ空軍は本機を、百229として正式化した。量産能力を持たない、ホルテン兄弟の代わりに、ゴータ社と空、レム社に量産を発注した。戦局を覆す、可能性がある、高性能機として、軍当局の期待は高く、複雑型や、 夜間戦闘機型といった多様な派生型が計画、製作された。本機は、交換のフレームに接着剤でベニヤ板を組み付けるといった簡易な構造で製造が容易であり、また、アルミニウムといった戦略物資を多用しないように配慮されていた。塗料には炭素化を使用するなど、世界初のレーダーステルス機といえる。派生型は V3 から、 V6 まで各地で制作途中であったが、結局ドイツは敗戦し、製作も打ち切られた。一番完成度が高かった V3 和にあった高他社工場で進行してきたパットン将軍指揮下のアメリカ陸軍第三軍に、露格された。現在は、アメリカ国立航空宇宙博物館の PE、ガーバー施設にて保管されている。ただし、両翼の先端は、現在失われている。 この機体の交尾部に書かれている針十字は、捕獲時の記録写真にはなく、戦後にアメリカ側が記入したものである。ホルテン兄弟の作成した他のほとんどの機体には針十字は垂直尾翼に書かれていた。2009年にナショナルジオグラフィックは本機を復元する特別番組を制作。ノースロップ・グラマンの協力により、本機の設計図をもとにレプリカを作成して、 ステルス性を検証し、当時のイギリス軍レーダーアーモンに対する十分なステルス性を確認した。なお、このレプリカはサンディエゴの航空博物館に寄贈されている。ドイツ空軍は本機体の計画に引き続き、長距離爆撃機の開発を要請。兄弟は h ザバイブを提案していた。この機体は h バイブの形状を基本として設計され、搭乗員3名。 六発の字も004エンジンにより、マッハ0.75で飛行し、アメリカ本土を直接爆撃可能なものであった。本機は設計が完了していないにもかかわらず、1945年4月にバイマー近郊のカーラ、コルで製作が開始された。本機はアメリカのオスロップ・グラマン社の B-2 爆撃機に形状が似ている。 ノースロップ社の創業者であるジャックノースロップも1930年代から全翼機を研究製作しており、UB-35、UB-49 といった機体を製作していた。全翼機は利点が多いものの、エレボンの制御が難しく安定性に問題があり、主流にはならなかった。しかしフライワイワイやホ229は手動やコンピュータを利用した。 制御の普及により、B-2 で全翼機の実用化が実現した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。